こんにちは、川口ゆりなです。こんにちは、川口ゆりなです。そうですね、私のソロアーティストデビュー1周年の記念の日、3月21日にサードデジタルシングル花束をリリースすることができて、とっても嬉しいですし、この曲を聴いて皆さんがもっともっと川口ゆりな一緒に歩んでいきたいなと思ってくれたらいいなと思っております。この楽曲は杉山克彦さんの作詞作曲となっていて、私自身のこうストレートな感情だったり、そういうものを引き出してくださっております。この楽曲を聴いて、皆さんがこう大切な誰かを思い浮かべる、なんかこう心がギュッと感情が込み上げるような、そういう温かい幸せな気持ちになってくれたら嬉しいなと思います。難しかった点はやっぱり歌声の表現の幅を持たせることにとても苦労しました。やっぱり私自身の感情が一番ストレートに現れている楽曲だからこそ、その歌詞に合わせて歌声をこう見せていくっていうのはとても難しいなと感じながらレコーディングをしていました。そして一番面白かった点は、でもそうですね、自分自身がこんな歌い方というか引き出しもあったんだなっていう風に気づけた部分もそうですし、あとはミュージックビデオでこれまでとはガラッと違うテイストで制作していただいたので、そこも面白いなと思いながら撮影しておりました。そうですね、まずミュージックビデオでは多分前代未聞というか、衣装の数が本当にたくさんあるんですよ。っていうのもカレンダー、3月21日に発売されたカレンダーブックとリンクしているっていうのもあって、衣装が12ヶ月で、ヘアメイクも12変化しているんですけれども、そういったところもぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思います。そうですね、この楽曲の花束で私が込めた思いだったりっていうのがしっかりと私自身の歌声に乗せられているなっていうのを感じているので、そういう歌声だったりを聴いてくださる方がこうなんだろうな、感じ取っていいなと思ってくれたら嬉しいなと思います。そうですね、これからもデビュー1周年を迎えましたが、デビュー2周年、3周年、4周年、5周年、もっと長く長く皆さんと一緒に歩んでいけるように頑張りたいと思いますので、これからもどうぞ川口ゆりなよろしくお願いします。アプロローチャートテルミーラー、川口ゆりなでした。アンニャーン、さらに。